いきますよ第68話「義勇兵」ではいろんな意味でたくさん驚かされました、うんえー、ニコロがサシャのお墓にお供えした、うん、白いバラの意味が気になり調べると、うん、私はあなたにふさわしい深い尊敬という意味があると知りましたニコロの美味しい料理をとても美味しそうに食べるサシャはニコロにとって特別な存在だったことだが改めてわかりました。うんうん いやそうなんですよ僕もだからなんかね、うん、普通に一ファンとしてなんか考察とか気になって見ることがあるんですよ。うんうん、はあなるほどとか僕も真実分かってないようなもんなんだっていうかもちろんエレンの気持ちはねあれですけど <laughs> そ,う、ね、そういう中でこれ僕も目にしたことがあって。うん そこまでもうだってそもそものさ <laughs> なんだ骨組みというかそこでそ、ね、あらゆる伏線があるにもかかわらずそう,、ね、そういう些細なところまで、ね、なんかドラマを作られてるってだからまあ伊佐山先生恐ろしいストーリーにつながってしまうんですけどもいやそこまで、ね、考えてるのかなっていう。 ままあ多分そそうううだだと思う意味合い的にそうだよね、うんまあ、もちろん先生とねその編集の皆さんでね、うんうん、いろいろあるんだとは思うんですけどいやでも改めてやっぱりさ何て言うんだろうねすごいサシャが亡くなったのって、うん、結構大きなことなんだなってやっぱ思っちゃうよね。まあ、特にこのニコロとねそのサシャの関係っていうのが、うんうん、そのもしかしたら何だろういろんな 人たちをつなぐきっかけになったかもしれないよなって考えると、ね、サシャって本当に大きな存在だったんだなってやっぱね,ねなんかこううん真面目にというか固く、うん、ねその、うん、なんか会議をしてとか、ね、条約を結んでっていうのも大事ですけど,けどなんかそのそういう部分は抜きにして、うんうん 美美味味ししいいものを美味しいって言えるそれってやっぱ国境を越えるというかそ,うだ、ね、そこにねないじゃないですかもう、うんまあ、逆に言えば好き嫌いっていうのはもちろんあるわけですけど,けど、うん、か個人の感覚でしかないから、うん、だからねその自分が作ったものを美味しいって言ったらやっぱ嬉しいそうだ,、ね、だろうし繋ぎますよね。<laughs> そのいろいろさそのなんか種族がどうのとかさ、うん、なんか国がどうのとかさ、うん、いろいろあるけどもっとシンプルにみんなが考えられるようになったら、うん、こんなに残酷な世界はなかったかもしれないのになっていうそうですね<ー>一人一人なんですよねその、うん、国がどうとかう、ね、組織がどうとかじゃなくて一人一人だしその人には家族がいて、ね、先祖がいて。うん うん、だからまあ、ね、ちゃんと知って、うん、それでこうなんだろう憎しみに支配されないで対話をするっていうのがすごく大事なんだろうなっていうのは、うん、なんかね本当、うん、漫画とかアニメからこんなに感じさせてもらえるもんなんだなっていうのは強く感じました。あととサ、まあ、サシシャャ絡みで言うそのサシャを 打ったガビがいて、うん、また今度そのガビが、うん、サショの家族と出会って、うん、なんかその運命というかなんかまあだから結局一言で言うと残酷な運命なんですけどよくぞそこまでこう結びつけていくなってまたか先生の話になっちゃうんですけど。いや改めてだから「因果応報」って言葉がすごく合うというか。うまあね、何が さっきだってガビだってさそう,、ね、うんそういう場所でかんそういう環境で自分のよりも年齢が上の人からうそういうふうに教えられてきたわけで、ね、でもそれはエレンたちも、うん、やっぱ壁の中のことしか知らなかった時には、うん、まあ当然でもそこにはやっぱ個人的な感情なんですよ。ね、自分の家族を奪われた、うん だからその相手が許せないっていうのはもう仕方のないことだとシンプルといえばシンプルな考えだけどね。だからこそ知ることが大事なんだろうなって思いましたね。